おはようございますただいまから、司会改革推進委員会を開会いたします。本日は前回の委員会に引き続き、京都司会基本条例の検証評価の実施手法、および投票率向上に向けた取り組みについて検討いたします。はじめに、京都司会基本条例の検証評価の実施手法についてであります。前回の委員会では、実施手法を検討していただくにあたり、議論のたたき台として、私の方から委員長素案を提示させていただきました。 これに関し、先日実施しました所沢市、早稲田大学マニフェスト研究所及び上越市へのたど調査の結果を踏まえ、改めて検討することとしておりました。また本日の委員会では委員長スワに基づく評価シートの案を提示することとしておりました。評価シートの案については、事前に資料として配布しておりますのでご覧ください。まずは私から概要を説明いたします。この案では評価項目ごとにあらかじめ評価シートを準備することとしております。 そこで前回の委員会でもご確認いただいたとおり、条文には取り組み実績に基づいた検証・評価がなじまない、またはできないものと、取り組み実績に基づいた検証・評価がしやすいものがあることから、評価シートを2種類に設け、前者については所管等を確認するための評価シート A、後者については取り組み実績に基づいて検証・評価を行うための評価シート B を用いることとしております。 なおこれらの評価シートは各会派が評価を取りまとめるにあたって活用するものとなりますそれでは詳細化は事務局から説明させます日曜調査課長ど着席してご説明くださいありがとうございますそれでは京都市会基本条例の検証評価作業における評価シート案について資料に沿ってご説明をいたします資料1枚目に記載しております評価シート案の概要につきましては あただいま委員長からご説明いただきましたので私からは評価シート案の具体的な構成についてご説明を申し上げますそれでは資料を1枚おめくりいただきまして別紙1をご覧ください先ほど委員長からのご説明にもございましたがあこちらの評価シート A は 取組実績に基づいた検証評価がなじまないまたはできない評価項目に関しまして所管等を確認するための評価シートでございますまず評価項目欄でございますこちらにはあらかじめ評価項目名を記載をいたします評価項目につきましては内容が密接に関連する関係する条文を条例の小単位などに一定区分した上で 検証評価していただくこととしておりますなお評価シート A を活用する評価項目の案につきましては別紙3の1ページ目に記載しております次に関係条文及び条文の趣旨解説欄でございますこちらにはあらかじめ評価項目に関係する条文及びその条文の趣旨解説を記載をいたします 次に評価欄でございますこちらには京都市会における取り組み状況を踏まえ評価及びその理由を各会派において記入していただくこととしておりますなお評価区分のうち4その他につきましては1から3までの評価区分の中から選択することが適当でない場合などに選択することを想定してございます次に条文改正の必要性欄でございます こちらには評価の結果条文改正をする必要があるかどうかまた必要がある場合は改正内容及び改正が必要な理由を記入していただくこととしてございます次に備考欄でございますこちらには何らかの特筆すべき事項があれば記入していただくことにしております次に資料を1枚おめくりいただきまして別紙2でございますをご覧ください 先ほど委員長からのご説明にもございましたが、こちらの評価シート B は取り組み実績に基づいて検証評価を行うために用いる評価シートでございます。シートの構成につきましては、おおむね評価シート A と同じでございますので、ここでは異なる点のみご説明を申し上げます。まず評価項目についてでございます。評価項目につきましては、評価シート A と同様に、内容が密接に関係する条文を一 区分,した区分けした上で検証・評価していただくこととしております。なお評価シート B を活用する評価項目の案につきましては別紙3の2ページ目に記載しておりますが評価シート B では取り組み実績に基づいて検証・評価を行っていただくことから評価シート A の場合と比べまして全体的に条例の単位よりも細分化した区分けとしてございます。 次に評価区分についてでございます評価シート A では3段階評価及びその他区分を設けておりましたが評価シート B ではより実態に即した詳細な評価ができるよう5段階評価及びその他区分を設けてございます評価シート A ではその他区分を除く3段階評価としてございましたが 評価シート B では取り組み実績に基づいた検証評価を行っていただくことから、より実態に即した詳細な評価ができるよう、その各分を除く5段階評価としてございます。次に資料を1枚おめくりいただきまして、取り組み実績についてでございます。こちらの欄にはあらかじめ評価項目に関連する取り組み実績を外径や数字等にて記載をいたします。 なお、実績の基準とする時期につきましては、条例施行前の平成26年3月末と直近となる平成29年3月末といたしてはというふうに考えてございます。えー、事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。はい、お聞き及びのとおりであります。それでは実施手法全般については後ほどご協議いただきますが、まずは評価シートの案について質問も含めご意見がありましたら挙手にてお願いいたします。 はい、伊佐副院長先ほど委員長からもありましたがあの所沢市で早稲田上越と視察をして、まあ、その中身を踏まえた上で2点あのお聞きしたいのと若干、提案があるんですが一つは軸上の問題なんですけどね 1>, 別紙1でも別紙2でもつまりシート A でも B でもあの評価区分のところにねあのそこそこできているっていうのありますよね。であのこれ基本条例そのものが、まあ、京都らしさをっていうことで出発点あるんですけどそこそこっていう表現ってさこれ京,京都独特の表現なんですかね。で普通は あのまあできているとかっていうのがあのこういう文書にはなじ,ましな,じなじんでるんじゃないかと思うんですよね。でそこそこって言ってね何回も言ってるうちにねなんかもう自分も笑い出してしまいましてねそこそこってってどうなんだろうとでこれが1点目です。で2点目はあの条文改正の必要性のところで1がありで2がなしと。ということはあの。 ありを選んだ場合にはでこれはあの、ま、改正ですからその全面的に書き,書き換えるのかあるいは部分的なあの書き直しなのか、ね、つまりあの所沢市のところの,あの評価表を見てましたらね今後の方向性っていうところでその改善とかねそのか改良とかっていうのがあるんですよね。 だからその辺の,あのもう少しあの踏み込んだあの改正のありというところは考えた方がいいんじゃないかということとなしということは結局これはあの何もなぶらないということでこれはいわゆる現状のままで継続ということなのか、まあ、所沢市の表現はこれ継続というふうになってたのでその辺りの,そのありとなしのもう少し あの踏み込んだ中身についてえ検討をいただけないかということとそのありというに言った場合にねもう一つは廃止というあの選択肢はないのかともうこの条文はねもう必要ないので廃止ということも含めてあのここの評価区分というところに考えて 他方がいいのかあるいはそれは必要ないのかその辺のご意見をお聞かせくださいちょっと待ってくださいあの今の、ま、質問中か提案というのはあくまでも我々委員の中で考えたらいいんですよ。うん 私の草案なんでそれを事務局が説明してくれただけなんで例えば「そこそこ」っていう表現をもうちょっとこう変えましょうということやったらここで議論して決めたらいいことやし今のそのいわゆる全面的とか部分的とかいう言葉も含めてここで議論して決めたらいいんですそれは事務局が説明することじゃなくて、うん、あの事務局案じゃないんでねあくまでも我々の中であの議論することなんであのしかしあの検討いただきたいって言うとあかん,んですよ僕らが検討するんですっ、ね、て。はい 今井坂副委員長から貴重なご提案をいただきましたけれどもあの、何かその点について、なんかえ事務局、説明することあるんですか、はい西尾調査課長あの、えーと。そこそこというあの評価の,あの表現について、ちょっとお尋ねがございましたので、あのその点だけちょっとご説明したいと思いますが、あのこれにつきましては、あの京都市の,あの政策評価等において、 使っている用語をそのまま使ったということでございますので、その点だけご説明申し上げておきます。はいまああの何て言いますか、そういったあの、まあ、はっきりとね、 あのできているとかできてないだけではなくてという形の中での表現ですしまあ,あの違う表現の方がいいということであればそろそろであの皆さん方の中で話し合いしていただいてあの帰ってたくことは良いと思いますしまた今ありましたように、えー、この条例の改正につきましてもねあのもう少し色とこういうふうに手を加えたらいいんじゃないかなという話もありましたけれどもどうですか 意見がないといいいととううのは賛同という理解でいんで良んしょうか早稲田大学マニフェスト研究所ではあれですよねこの委員会で手を挙げたものしか発言しないというふうに決めてるからなんか手を挙げなかったら発言しなくてもいいみたいな。 勝手な解釈をされてる方がおられたようでいきなりあの北川さんからあてられた時に私手を挙げてませんけどみたいなこと <laughs> <laughs> ありましたけどまあそれは余談としてですねあの今のお表,表現こ言葉の部分については。 京都らしいというところもありますし早稲田のマニフェスト研究所でも他の地域の取り組みの中で自分たちの取り組みをあえてその地域の方言で表現しているというふうな事例も紹介されたところもありますし一応、意味がそれぞれみんなで共有できればそこそこできているという表現でもいいんではないかなというふうに思っております。はい どうですか伊佐副委員長そこそこでもよろしいんではないかというあんまりこの議論に私個人的には時間を割きたくないんですけれども、はい、まあとりあえずあのねあの特段そんなに大きな抵抗感がないんであればまあそこそこという形でしていただいてまたね その辺は実際、実施するときに今日は議論いただく中身というのは、ね、実施するときにあの、まあ、実際はあのその実行するときに、ね、ちょっとこう詰めていただけたらと思いますし、まあ、改革推進委員会というのはいろいろと議論をする場でありまして方向性を決める場でありますのであまりその細部にわ、ね、たってまであの議論する必要はないのかなと思ってますのではいどうぞ伊坂委員長。 まああの私の不勉強であの、京都市本体の政策評価にそこそこという言葉があるというのは、あんまりあの認識してなかったんで、それが実際あるんやったら、別にこれでやってもらって、いろんなければいいんじゃないかというのを思いますはい、はいえーまあ、そしたら、えー、そこそこ。 皆さんの気持ちをまとまっているようでございますのでこれでいきたいと思いますが、まあ、ちょっと肝心のですねあの大事な方の提案なんですけども、えー、評価区分についてですねあのもうす条例の改正についてもう少し、えー、こう細部にといいますかねそういうようなご意見もありましたけどそこら辺はいかかがですか例えば江坂副委員長の方で具体的に。 こういうい形はどうでしょうううっていい提案ははありますかね、はい、どうぞ伊坂副委員長あの別にねあの多都市の事例を真似するわけじゃないんですよ一応ねあの参考にということで、まあ、せっかく視察行ったんで所沢市の,あの評価表を見ていましたら評価がですねあの全部で7区分になってるんですよね思い出していただいたらいいと思うんですけど1が拡充 2が継続で3が改善で4が縮小で5が終了で6が休止で7が廃止とっていうことになっているんですよね。だからこういうところまで踏み込んで会派で検討してそれを持ち寄ってであのあの次の新年度の改革委員会で最終的な判断をするのか。 それとも今言ったあの所沢のような七区分みたいな形をその会派の意見をまとめた段階で使うのか両方考えられると思うんですけどどうせやるんやったらもう会派のところでそこまで意見を集約してもらってそれを持ち寄るっていうことも一つの方法かなというふうに思ったんで先ほど紹介,して紹介させてもらった次第です、はい。 今の提案につきまして、いかがですかはい西山委員あの、まあ、詳細に区分するというをご提案いただいたわけなんですけれども、あのまあ、どこかの段階、例えば、あの実際にまああのこ,のこ,こ,のこういう見直しをしますというところで、まあ、こういうふうに見直した区分が何項目ありましたと。 いうような段階においては、まあ、このあるなしだけじゃなくて、あの区分する必要があると思うんですが、それを、ああのこの会派でやるときの段階で、あのまあ、そこまでする必要があるかどうかということについては、ちょっとあのどうかなという部分を感じるところですあ,の、まあ実際あの、ありの中でそれが一部であるのか。 ままた削除でああるるのかととといいうこともあると思いますしそういったことも踏まえて持ち寄った中でいろいろ議論が煮詰まっていく中で最終固まった時に結果としてこういう改善を一部改正なのか全部改正なのか改正必すなしかという区分にする必要そういった段階においてはする必要はあるとは思うんですけども初めの段階でそこまでするのかどうかというとまあ 詳細に記述できるところもあるので、まあ、そこで判断できるのではないかなというような気もいたします。はい。他ございますか。はい。中野委員。あの、確かに、ええー。所沢市の評価表と比べると。その事実が、今、できているか、できてないか、というふうな確認だけであって。えー ま今後じゃあどうするのかという視点がまあこの評価シートからはなかなか読み取れないというところもあります所沢の方はだからやめるだから続けるだからもっとやるという風うな次の段階の評価も含めて方向性も含めて評価表の文言として書かれているというところは あの前向きな考えかなというふうに思うところもありますがただまあ今回私たちの検証は一番最初の段階でもあるので最初からそのハードルをちょっと上げてしまうと意識のそこそこある私たちとぼちぼちの意識の他の会派のメンバーとのつながりを 維持するためにも西山さんお言われたようにとりあえずこういうふうな形で緩い検証でまずはやってみるというのが第一歩としては適しているのではないかなというふうに思ったところです。はいまあ、あの 私の考えとしてはあのちょっと、まあ、緩いというよりもあの色とこう自由に言えるかなとでその、まあ、いわゆる項目があるとですねどれに当てはまるんやろうという形でその項目に先目が行ってしまうんちゃうかなとであのこういう形ですれば、まあ、自由かったすな意見が出る中で、まあ、さっき西山委員今ちょっとおっしゃいましたけど、まあ、最終的にはですね そのこの7項目のうちのどれかとかねまあこれは別に7項目とは限りませんけども、あのー、そういう形にはなっていくのかもしれませんけどもあの最初の段階でこう項目をバーッと並べてしまうとこれはじゃあどれに当てはまるんやろうみたいなねそういうイメージがちょっとあったもんで、まあ、あのこんな感じにしてるという部分はあるんですけど。 ただでも、あの伊坂副委員長のおっしゃるように、やはりその。今後の方向性っていうかね、その辺は。一定やはり、あの、この。検証していく中ではね、必要。であるということは、まあ、間違いないと思いますね。他、ご意見ありますか。はい、橋村委員。まあ、あのー。 私はもうこの委員長提案のやつで良いと思うわけですけれどもあんま細部にわたって、ね、細かくというのも一つの手法かと思いますけれども、まあ、今ご説明がありましたようにある意味そのフリーの中でそれぞれの評価の中で逆にそのマークシート記入で学生たちの学力が違う話もいろいろありましたけれどもだからその形で覚えてしまうよりもまあいろんなものがそこで出てくる中でね まあ、いろんなまた足並みを揃えていくとかです、ね、それで深みの部分も出てくる部分もありますので、まあ、1回目の検証ということもありますので、まず、わと比較的、形式にとらわれずに、それぞれが持ち寄る形での評価で良いのかなと思います。また、ぼちぼちという形になると、ぼちぼちの方に失礼なので、まあ、そこそこの、ね、改革の皆さん方もね、容にしていただけるような、ね、感じで進めていけばよいかと思います以上です。 ほか、はい、ございますか、はい、どうぞ、伊坂副委員長。あの、ま、私はあの、三目でやるべしという思いで言ってるわけじゃなくて、であのせっかく視察行って、所、ま、沢、あ、がそういうふうにあの評価表を分けてたんで、そういうのもどうかなというふうに、まあ、提案させてもらったんですがあの、皆さんがおっしゃるように、あるいはまた委員長がおっしゃるように、その 確かに会派の中でもいろいろ基本条例を巡ってはカンカンガクガクの論議をしてでも数年経つ中でいろいろ温度差があるのは事実で,でそこのところであまりきちきちにせずにその到達点を評価をした上でで今後の方向性どういうふうに考えるのかというフリーな議論をしてそれを持ち寄って最終的には今後の方向性については もう少し細部にわたって方向性を出していくという評価でやっていただくということでいいんじゃないかというふうには思います、はい、そしたら今、評価シートはこういう形になるんですがただ、まあ我々委員会の思いとしましてはやはり今、伊坂副議長の話もありましたようにやはり将来の方向性というか、ね、そういうこともしっかりと踏み込んでやっていくと。 いうことの上でまあ,あのこの評価シートを使うということでよろしいですかねはい。はい、それでは、えー、この評価シートについてはあの原案のとおりいい決定することでよろしいございますかはい。それではそのように決定をさせていただきます、えー、次に前回の委員会提出させていただきました、えー、実施処方の委員長諏訪についてまた都市調査の結果も踏まえて何かご意見がありましたら、えー、挙手にてお願いいたします はい平山副委員長、えー、所沢で、えーまあ、第三者の評価について大変にそのいわゆる第三者の方もそもそも議会のことや基本条例などに一定程度精通をしてないとどう評価していいのかわからないというお話もお伺いしました。また上越では、えー 議員同士でこう対話をすることを、まあ、2回目の評価と手法としては重視しているというお話もございましたそこで、まあ、あの私あの思,います思いましたけれども、えー、先ほどの評価シートを非常に記述欄が多くてこれは大変にいいことだと思います。各会派で、まあ、あままりこう細かかくと言いますか 意見を集約しすぎるのではなくて、まあ、あのいろんな思いをしっかり記述してもらってあの提出をしていただいてそれから議論していけばいいと思いますがあのそ,ういうそういう中で最後はやはり議会として自己評価をしっかりとやっぱり一定程度形を作るということが必要だと思いますのでこの自己評価のやり方についてこういうまあ 市会改革推進委員会といえども多数の委員がおりますので、まあ、こういう議論は多数でやっていくとしても最後の取りまとめなどについては一定程度やはり数を絞る中で結論を取りまとめていくということもやり方として考えていったほうがいい取りまとめができるのではないかというふうに思っております。そういういうに感じました 以上です、はい、まあ,あね所沢は我々もあのこの改革推進会も大変お世話になった広瀬先生もあのおられるということでまあ全国的にもやはりそういった意味では所沢が非常にまあ改革といいますかそういったものを熱心取り組まれているという部分のねあの一つの何て言いますか理由ではないかというふうな話も早稲田大学マニフェスト研究所でねいろいろとお話ありました。 他ございますか。この。方針で大丈夫ですか。視察行って。いや、やっぱり、こう、ちょっと方向性変えようやっていうのは。なかったですか。大丈夫ですか。はい。まあ、あのー。 前回の時にも話させてもらったようにやはりそのたどり調査があるので、まあ、あのこの実施法については、まあ、あのそのたどり調査を踏まえてあのまあ考えましょうということやったんですけれども、まあ、それを踏まえた上で何て言いますか皆さん方の,あの思いっていうかねそれがこの方向性で一つになれるという形であればこれで委員会としてはま,あまとめていくということで よいいいのかかなと思うんでですすけどもよろしはそれでは京都市会基本条例の検証評価について本日ご確認いただいた素案に基づき実施していくということになりましたのでこの結論 それから、えーまあ、あのこの委員会で,です、ね、いろいろと議論された意見を参考にして、私から議長に報告することとしたいと思います。報告書の分案は政府副委員長にご一任いただくことでご異議ございませんか。はいそれではそのようにさせていただきます。なお、個別具体的な検証・評価作業は来年度から実施しますので、ご承知おきをお願いします次ににに投票率向上に向上けた取りり組みについてであります。 前回の委員会では、生徒と議員による意見交換の場の設定について、請求に取り組むのではなく、各会派や議員においてしっかりと検証すべきとの実施に慎重な意見があった一方で、継続的に取り組んでいくべきなど、実施に積極的な意見もありました。なお、前回の委員会でも申し上げたとおり、今年度中には何らかの結論を取りまとめたいと考えておりますので、委員の皆さんにおかれては、各会派の合意形成が進むとなるよう、ご発言をいただきたいと思っております。それでは、ご意見のある方、挙手にてお願いします。 はい橋村委員まあの意見というよりもあのこの前の高校生のね皆さん方との,あの懇談会ですかねあのさせていただいてまあ大変いろいろと売るところも多くあったわけでありますけれども一方でまああの参考までにあの生徒の皆さん方のね声、考えというのは後ほど知ることができたりまあその現場でも感じることができたんですけどもむしろその 学校側ですね。まあ先生であるとかあ参加いただいた学校とかですね。まあそのあたりのおその事後のですね、えー、感想なりですね、えー、その思いみんながその事務局でもし把握をされているようなことであればですね。まあその差し支えない範囲でちょっとお聞かせいただければありがたいなと思います。はい。西尾調査課長。はい。えー、とあの、えー、学校側のまあ感想と言いますかあという点でございますが。 参加をいたしました5校に対しまして教育委員会の方で感想等を定算定程度取りまとめられたというふうに聞いてございますのでその概要につきましてお聞きした範囲で簡単にちょっとご報告をさせていただきたいかと思います。まず1点目でございますけれども政治的教養を育む主権者教育の一環として有意義であったかどうかということでございます。 この点につきましては、あのまどちらかといえばそう思うということも含めまして、え、ご公党も全てがそう思うということでございました。まあの有意義であったという認識だったということでございます。あの、その理由といたしましては、あの議員や他校の生徒と討論する機会を通じてま京都市会であるとか、また市政が身近な存在となったであります。とか、あと、あの地方自治に目を向ける向ける機会となったといったようなことがございました。 またさらにあの議場での失業等につきましてもえまあ素朴な疑問を解決できて政治的な教養を育む一環となったのではないかというような感想もあったということでございましたあの2点目でございますけれどもあの意見交換会が今後もこう開催されるといったような場合に生徒を積極的に参加させたいと思うかどうかといった点でございます。ここれについいててはのの学校がそう思う思とのことでございました。 その理由につきましてはやはりこういうコミュニケーションを取る経験がであるまた議員を身近な存在として感じることができる機会であったまた議員に意見を肯定的に受け止めてもらえたという充実感などもあったということでございましてそれらの機会が重要であるといったことでございました。 またあのまあ政治参加の動機を高めることになるので、まあ来年も続けてほしいといったような意見も声もあったというふうに聞いてございます。最後にあのまあ今後の改善点というな点で何かなかったかということでございます。まあこれについては何点かござ、あったということでございますが、まずあの生徒に主体的に運営させる、運営に参加させるような場面を設けるべきではなかったのか。またあのグループディスカッション等については、まあ まあどのように交流して、まあ、どのように取りまとめてどのように生かされていくかといったような、まあ、ビジョンといったようなものを少し明確に示すべきではなかったのかまたあの実施時期を早めに提示をして、まあ、年間計画に反映して取り組めるような配慮があったらありがたかったといったことまたさらには魅力的な体験型交流であったのでそれらを効果的にアピールする候補などの工夫をさらにされたらどうかといったような意見があった。 ということでございました。以上でございます。はい、よろしいございますか。はい。配信分野にどうぞ。まああの思ったに、ね、やっぱり改善点が何年かできたできた人大変良かったなと思っておりますし、まあむしろまあ生徒の皆さん方たちにはまあ逆に18歳からの投票ということで逆に柔らかくてですね比較的意識も高いんですけど、まあむしろ学校とか先生方の方が政治への距離感とかですね。 まあ自らあまり経験していないという中で、よい、い,い意味ではないあの学習というのは失礼ですけど、ね、良い体験の場になったのかなというような感想を持たせていただきました、まあまあ、あ,あくまでもちょっと学校側のおご意見についてのことを聞かせていただいたけど、まあ、ちょっとスタンスはまだ後ほど述べたいと思います。ははいいい他ございますか、はい木田委員 あの今の関連でございますけれども提案なんですが「議員と話そう京都市立高校生と京都市会議員による意見交換を開催しました」というのがホームページに載ってますでその今橋村委員がおっしゃっ質問された項目っていいますかその感想をね載せたらいいと思うんですよホームページにリンクさせてでやったっていうだけと違ってこういう意見がありましたということがこれに反映されると思うので。 委員長もしよろしければお諮りください。はい、今えー、木材の方から提案がありました。まあ,あの高校生の反応であったりとかですね。あるいは、えー、私立高校の反応といったものをですね、えー、ホームページ等にも載せたらどうかというような意見ですけどもいかがですか？異論ございませんか？はい、そしたらあのまあ委員会の思いとしては一応そういう方向で。あのー。 まあとはまあ各会派の、ね、代表者の会議のところで実際に実施されるかどうかについてはまたあのかっていた形になろうかと思いますけど委員会の思いとしてはそれで一致したという形で取りまとめをしておきたいと思います。他ございいますかはい、小口委員 えーとあのまあ、今回行われたこの高校生徒の意見交換会というのは、まあ、これはこれであの1つまあいいのかなというふうに思っている部分もあるんですけれどもあの前回、ちょっとあの、えーまあ、これからの実施方法について、まあ、これは今後、多分話し合われることなのか分からないですけども、えー、例えば、橋村委員が。あの 前回ちょっと意見されたあの例えばこの司会改革委員というもので今後もこう続けていくのかもしくはその,あの中の委員もちょっとおっしゃっていたんですけども定例化していくにあたって例えばその親子議場見学みたいな感じでその別の,まああのものとしてこう続けていくのかというところはあの十分にまああの考えるところがあるのかなというふうに思っています。会会改革委員会としてはおそらくまた あの次の基本条例であるとか別の案件でまたいろんなことをこう議論していく場になるのかなというふうにも思いますんでえそういったふうなところは私もあのそのように思っておりますあとまああのこの意見交換会っていうのはえまず一つの目標としてはこの投票率向上に向けた取り組みとしてあの行われていると思うんですけどもえまあ 今、前回その行われて、その感想等をお聞きしていると、どうしてもそのまあ投票率向上という意味合いもあるんですけれども、主権者教育の方に結構、比重がかかっていっているのかなというふうな感想を持っておりまして、例えば、今回、視察等も行きましたけれども、高校生以外の一般の市民の方の年代であるとか、というところの議会報告会というのは、今現状は、 ああの各会派なり個人で行うというふうな方向性になっておりますのでえ例えば、その投票率向上という取り組みを重きに置くんであればそ,のそこの整合性はどうなのかなというふうな高校生はやりますけれどもえまあ一般市民の方には今現状は行いませんというところはまあどうなのかなという疑問がちょっとありましてもしあのよろしければ皆さんのご意見とお聞かせいただければありがたいなと思っております。 はいあのまずあの基本的にはですね、この司会改革推進委員会っていうのは、まあ,あのいわゆる各議員がですね議論をする場でありますので、その議論をする場にですね、いわゆるそういった、えー、意見交換会をやったりとかですね、あるいはまあ、あ 議会報告会やったりいろんな形で試行的にやってですねそしてこの場の議論を深めていくという形でやっておりますので実際にその仮に高校生との意見交換会とかですね大学生との意見交換会を、まあ、あの定期的にやっていくという,ふうなことであれば、まあ、この委員会でやるのではなくていわゆるその議会としてやるという形になろうかと思います。であの まあ、いわゆるこの高校生との意見交換会もですねあの、まあ、いわゆる投票率向上の中で えー、若者等の意見交換会、まあ、大学生もあれば、えー、高校生、えー、中学生、まあ、場合によって小学生っていう話もしてる中でですね委員会として、まあ、まず高校生思考的にそしてまた高校生の中でも、えー、京都市立高校生を、まあ、あやってみてはどうかという形でさせていただきましたのでその辺はですねまた、あのー、議論を深めていただいて、まあ、実際にやる場となればですねあの何も そこにこうなんて言いますか縛られるというもんではないと思いますし場合によってはですねそういったあの市民との意見交換会みたいなものもその提案の中でね色々と深めていくということはあのできるとは思いますただその今ちょっと話しているのは、まあ、投票率向上っていう中で特に若者の投票率向上っていう議論をましておりましたのでその中で え大学生や高校生というふうな形でまあ試行実施をこの委員会でしてきたのかなと思いますし投票率向上をもう少しこう広げて考えるということであればまああのこういった議会にですねえ関心を持っていただく市民の方にもどんどん参加していただくという機会を増やそうということはあの議論としてあのまあできるんじゃないかなとは思いますね。 皆さんご意見ありましたら、はい、中野委員どうぞ。まああの投票率向上はあ川に例えれば一番川下の話であって、<laughs> えー、川上でまあ弱い受験者教育とか、えー、私たちの町はどういう 構造になっているのかとかと誰がど,どこでどう困っているのか考えているのかとこういうふうなことに関心を持つことでずっと川下の投票率向上につながっていくというふうにも考えておりますのでそれらがそのどっちが先かと,かということよりも私としてはある意味その政治に関心を持っていただく。 特に地方議会に関心を持っていただくことが最終的に投票率向上につながるのかなというふうに考えているところでございます。でその中で先ほどちょっとあのお話のあった年間計画でその長期的な視野で学校の一つのカリキュラムの中の位置づけをぜひ図っていきたいというふうなあの学校の先生含めての感想も聞かせていただきましたしでその中であのこの前の高校生の,あの,あの回答の中で グループディスカッションのテーマ設定がやや不満足であったとでその中で自分が不得意なテーマだったから市内在住ではないので友人からの意見を頼りに考えるのは難しかった、まあ、要はあの友人からの受け売りでしか考えられなかったとっいう風なところもあったと思います、まあ、これについては、えー、スパンが短かったということでなかなかそういうふうな観点で物事を見る機会が あまりなかったで逆にそのさっきの先生と同じようにその長期的に今度の12月にありますよということであればそれに目指してその視点で自分自身の通っている街を眺めることができそしてその中でいろんな人とそういうふうな会話をすることができるというふうなところでもありますしそうすることによって自分の住んでないけれども通っている街に興味がある。 そして周りがまた別の角度で見えてくるそれがこの流れの中で市会議員との懇談会の時に非常に生きてくるというふうなところにもつながると思いますだからそこから考えると一定年間計画の中で、まあ、あの委員長言われるように最終的には議会が担当するかもしれませんが今の時点ではテストパターンとして私たちがある意味その高校生と定期的に 懇談会を持つということが今後のこの種まきをきちっと実らせる一つの最適な方法だというふうに思っておりますのでここについてはぜひ年に1回程度を目途に設定して取り組みを進めていくというのがいいのではないかなというふうに考えているところでございます。はいい他ございますか はいお次。大津 はい、あの私も中野委員の,あの今のご意見、えー、非常に賛成でしてあの投票率向上であの以前ここであの参考に来ていただいた方も、まあ、投票に行こうと呼びかけても、まあ、あまり意味,意味がないとは言わないですけど、えー、効果がなくてもう少し本質的に市政に興味を持ってもらうということが大事だという話があったと思います。 やはり大人になるまでの教育段階で政治に興味を持って。 もらえるような教育をしていくというのが特に公立では求められることだと思いますので特にその投票年齢が近づいてきた高校生に向けて議会で何かの機会を提供していくというのは今後模索していく必要があると思いますしあまり定期開催で数多くやると大変だという議論もあったんですが一定程度年に1回とかぐらいであれば あの、我々としてはそういう機会を提供していく方がいいのではないかなというふうに思います。以上です。はい、他ございますか？はい、橋村委員あの高校生のことについては、まあ、私自身の中ではまあ、ちょっとま,まだ迷うところがあります。ま一、あ、応、まあいつも優先順位の持ち出して申し訳ないんですけども、もまあ、司会改革委員会でやること議会でやること。 まあ聞き上げられなくても例えば政党でできることを個人の議員としてできることあるいはまた NPO やいろんな団体まあそれぞれでいろんなとこでやっていただけることであればなるべく改革委員会でやったことをまあアウフヘイベンっていうんですかねしていただいてまあその辺をどんどんと取っていってもらってやっていけばいいと思うんですけどもまあ高校生についてはちうちの会派はまだ。 最終的な議論はしてないんですけれどもまあまああのしかし一方でねその私思うのはその投票率向上ということでこの間大学生の集まりにも行って、えー、一昨年ですかね議論をしたし高校生も来ていただいていろんなことをしてその思考をいろいろしてくる中であるいは私まだ元に戻ってしまうんですけどねやっぱり今やっている 小学生の議場見学会、えー、あるいは親子ふれあい議場見学会あるいはまた、えー、遠足の中で加、えー、学習の中で立ち寄るという中で、まあ、少しずつ数字は伸びてくるけどもまだあの全体の学校に行き渡っていないし限られた学校の人たちしか来ていないし、まあ、本会議を傍聴しているようなこともある中でやはり私はやっぱり、うん、その小学生をですね柔らかい小学生をですね えー、しっかりと議場に足を運んでいただくということによってね、やはりその体験してもらうことが一番その議会としても簡単であり、またその議会しかできないというね議場に入ってもらうということはできないという中ではね、やっぱり一番その効果があるんじゃないかなと思います。この前のあの高校生の意見交換でも、まあそのグループごとのディスカッションもあったんですけども、あれは別にここじゃなくてもできたかもしれないし。 ああの中身ででればですね、議員も入っていたけれどもその結構レベルの高い方した議論かもしれないですけどむしろ喜んでいたのはね私がら映画見て議場に入って座ってそこであの時の方が盛り上がったじゃないですかでおそらくあの子たちも議場に来たことがない中でやはりその足を運ぶ中で感じるものがあったからあのようにどんどんとね 質問が出てきたという私はやはり議場の中の効果が大きいと思いますし、まあ、一方でこの前の早稲田のマニフェストの、ねあのー、視察のときに、まあ、北川先生がです、ねまあ、かなり議場解放という、ねまあ、議会にとっていろいろ各政党スタンスがある中で、ねまあ、聖なるところという位置づける先生方もやる中で、ねまあ、かなり大きな課題をこの委員会をね、宿題もらった中で、ね、やはり今やっていることは何かということを検証すればもうすでに小学生を招いてしている。 ね、よりそれを広げたいということの、ね、レールがある中で、ね、この道を、ね、しっかり広げていけば、ね、もう数年後に18歳に小学生もなっていくんでね。というやけど、ね、この道こそ、ね、私は広げていく努力をしていけば磯そばが周りで近いように思いますので、まあ、いろいろと大学生社会人あるいはまた高校生も大事やけども今やってきた道を、ね、もう一度原点に帰ってねしていけば。 間庭市と研究所の宿題もね、に少し明かりをね、灯せるようなきっかけが私はできると思いますので、まあ、その道こそが私個人は正しいと思っていますけれども、まあ、議会としてまた議論があると思いますけれども、一応意見ととして述べたいと思いい思ますはいあのまあ、議場開放についてはね、いわゆるその、なんて言いいますか、その普通の会議室としてね、<laughs> まあ解放するというふうなこともたとしではあるようですけども今の橋村委員のご提案はそうではなくてむしろねせっかく議場があるんだからどんどんですねえまあ子どもたちも含めてまあ市民もまあそうなるのかもしれませんけども議場にま足を運んでいただくで議場に入っていただくことによってまあいわゆる投票率向上に結びつくんじゃないかというふうなご提案でございます。 まあこれはあの高校生との意見交換とはまたちょっと違う形にはなるんですけどもまあ高校生との意見交換のときも最後は議場に入っていただいてですねそしてまああの非常に盛り上がったということもありますのでこの議場に積極的に入っていただくということについてはあの以前もちょっと皆さん方のなんて言いますかご議論の中にも入っていたと思うんですけれどもこの点はもう積極的に推し進めていくという理解でよろしいですね。はい そしたらあの議場についての活用についてはまあ積極的にいい活用していくということで特にまあ子どもたちですね小学生のえ議場見学会なんかをより今まで以上にえまあ活性化していくようにこれはまあ当然教育委員会との話もあろうかと思いますしえまあ京都の,ですねあの私立いわゆる京都私立だけに限らずですねえまあ私立も含めてですねやはり えー、いろんな形で、まあ、この議会を見ていただくという機会を増やしていくということについては、まあえー、この委員会では同じ考えだということでいきたいと思います。では今言いました意見交換につきましてはあの、まあ、今日最終結論ではなくてあの次の委員会で最終的な結論を出したいとは思うんですけれどもちょっと各会派でご議論いただきたいのが、まあ、今出てましたように高校生 を中心度する若者です、ねまあの意見交換でそれについて、まあ、どういう議論があるのかあまりこう何て言いますかあの肩にはめてしまいますとねまたあの平行線になってしまってもいけませんので、まあ、そういったあ大学生高校生場合によっては中学生とかですねそういったあ子どもたちとの意見交換について、まあ、どのように考えていくのか。 そしてまた、これはどういう形で実施するかはまたあれなんですけれども、そうした若者だけに限らずです、ね、機会があれば、いわゆる市民の皆さんとの意見交換も有効ではないかというふうなお話もございました。その辺んを各会派ですね、ご検討いただきまして、次の委員会で、一つのです、ね、方向性は持ちたいというふうに思っています。 でその中で、まああの、この委員会でまとめたことをですね、実際にまあ実施するのはあの、まあ、いわゆる議会といいますか、えー、また、各会派の代表者会議の方でやっていただく形になるんですけれども、まあ、その方向性をですね、この委員会でまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。他何かか。か。ご意見ありますすよろしいですか、はい。では ではあの次回の委員会までにですね、この本決闘項目における結論を取りまとめたいと思いますので、えー、各会へ引き続きご検討よろしくお願いいたします、えー。本日の協議案件は以上であります。ここで委員の皆さんにお知らせをいたします。まず次回の委員会の日程でありますが、2月4日中の審議日程を踏まえ、3月10日金曜日の午後10時から開会いたしますので、ご予定のほどよろしくお願いいたします。 次回の委員会では、投票率向上に向けた取り組みについて、引き続き検討することといたします。以上で本日の委員会を散会いたします。委員の皆さん、ご苦労様でした。引き続き、政府委員長会議を行いますの副委員長さん、お残り願います。